昨年10月に政府与党社会保障改革検討本部を設置して以来、精力的に議論を進めてきた社会保障と税の一体改革。12月5日、その具体化を進めるために立ち上げられた改革本部の初会合が開かれました。三次補正と財源確保法が国会で成立をした今、これから取り組むべき大きな課題が、社会保障の機能を強化して、そして安定財源を確保し、社会保障制度を持続可能なものにしていくという、この一体改革でございます。その一体改革の必要性を野田総理が訴えてきた理由は3つ。第1には、団塊の世代が順次65歳を迎えて、これまでの支える側から支えられる側になり始めてきているということでございまして、その結果、一般歳出に占める社会保障関係費は半分を超えて、しかも毎年自然増で1兆円を超えると、これ待ったなしの状況であるということが1点です。ただ2つ目は、今の社会保障のセーフティーネットは決して十分ではないということ、これは子ども子育てであるとか、あるいは若者の就労支援であるとか、支える側の人生の社会保障の必要でございます。それから今の欧州の危機の問題をどう捉えるかだというふうに思っております。これは対岸の火事ではございません。財政規律を守る国かどうか、これは世界が見ている。改革に向け、今年6月に政府与党がまとめ上げた社会保障・税一体改革成案。本部長である野田総理は、この具体化に向け指示を出しました。一つ目は、年内をめどに素案の取りまとめ。二つ目に、政府与党で十分協議を行い、関係5大臣を中心に取りまとめること。そして三つ目に、国民に分かりやすく説明を行うこと。その分かりやすい説明の一例として、現在、政府広報オンラインのホームページ上に、社会保障と税の一体改革についてのインタビュー記事が掲載されています。増税をしたくてするのではなくて、これはどなたが政権を担当しても、政治家として覚悟を決めてせざるを得ない決断だと思います。私はこの改革に不退転の決意で臨みます。これは再現なくですね、先送りできるテーマではないということを、ぜひ皆さんと共通認識として持ちたいというふうに思っております。